ニュースをお伝えします。諸村各地の発電所で電力生産を高い水準で正常化しています。福ちゃん火力発電連合企業所と平壌火力発電所をはじめ各地の火力発電所でボイラーとタービン発電機の正常稼働を保証し、その効率を高めて3月に入っても多くの電力を生産しています。ホチョン川発電所とチャンジン川発電所をはじめ各地の水力発電所でも補修対策をあらかじめ徹底させ、高い水位と効率運転を保証して生産課題を達成しています。江原道の瀬浦郡民発電所の水路トンネル工事が急ピッチで進められています。道交の屈伸に励んですでに道交を貫通させた道林業管理局とチョンネ郡の工事参加者は校内復興を力強く推し進めています。チュンソン号トラクター工場とポプトン郡の工事参加者は合理的な発破法を取り入れ、ステイシの運搬能力を高めて毎日課題を上回って達成しています。共和国各地の科学技術委員会で科学研究に力を入れて地方経済の発展に大いに寄与しています。ハムギョン南道科学技術委員会では道の特性に合うよう化学工場で各種の化学製品を十分生産するのに必要な触媒の開発と導入、仕上げ建材の自給自足を実現するための研究に力を集中しています。平安北道化学技術委員会ではクジャン郡食品工場とチュンジュ市飲料工場の生産工程を国内の原料による生産工程に補強し確立して、活性ソーダと耐性プラスチック製品の生産を正常化するための懸案解決に努めています。江原道科学技術委員会では、地元にふんだんにある原料を利用して、合成燃料油と炭酸ソーダの生産を一層活性化するための研究に励んでいます。ファンヘ南道科学技術委員会で、自然災害から農作物を保護し、高くて安全な収穫を収めるための肥料の開発と導入に力を入れるなど、各地の科学技術委員会で地方の経済発展を促す科学研究に力を集中しています。共和国の教育部門で教育の内容と方法、教授管理制度を絶えず更新し、教員の能力と資質を高めるため励んでいます。キミルソン総合大学の物理学部では教育と科学研究、生産の一体化が実現した研究型学部を新設するため努めています。平壌建築大学の国土環境科学部では新しい学習評価の方法を取り入れて教育の実行を高めています。平壌市ペロンガン区域の平壌小学校では科学有意による新しい教授方法を創造し、平壌教員大学附属のモランボン区域ケソン幼稚園でも実効性に富む優れた教育方法を編み出すため励んでいます。今年共和国で生態環境保護の積極的な対策が講じられています。国家的な環境保護の基準の見直し、全面的な改定の計画が立てられました。水と大気の汚染を防ぎ、国土環境の保護監督、森林と有用動物の保護、道路と河川、廃物の取り扱い、環境影響評価などに関する法規を新しく制定し、修正し始めました。すべての部門が生産と建設計画の作成に際し、必ず環境保護のことを反映し、経済活動と環境保護を有機的に密着させるなど、経営活動の全過程を通して生態環境の安定感を具体的に調べるシステムを立てています。そして全般的な森林実態を周期的に把握するための物質的技術的土台を築き、全国の主要地区に環境監視ポストを増設し、今利用中の環境監視通報システムを更新しています。まもなく主な動植物保護区に対する使用別調査と数百の河川、湖、貯水池の水質調査も行われる予定です。不義は正義の審判を免れない。諸村民主主義人民共和国外務省声明。17日、マレーシア当局は無実の共和国公民に
犯罪者のレッテルを貼り付けてアメリカに応募する許せない犯罪行為を働いた。世人を驚かせる今回の事件は、共和国を押しつぶそうとのアメリカの極悪非道な敵視政策と、マレーシア当局のアメリカ追従の屈辱が招いた反共和国陰謀結託の直接の結果である。問題の公民を言えば、多年間シンガポールで広報的な対外貿易に従事してきた事業家として、不法資金洗浄なるものに関わったというのは根も葉もない捏造で、全くの謀略である。それは事件発生直後に行われた数回の裁判で、現地の貯村代表部と弁護士側が不法資金洗浄に関わる容疑証拠を示すことをマレーシア司法当局に何回となく要求したが、それを立証できるはっきりした物的証拠をただ一回も出せなかったことを見てもよくわかる。不当な謀略を捏造して共和国公民を白昼に拘束した時から670日余りを経過した事件の全過程は、マレーシア当局こそ自主性はおろか初歩の法律的体格も備えていない不法の烏合の衆に過ぎないということをことごとく暴いている。事件直後、マレーシア司法機関の要員が現地のアメリカ大使が催した支援に招かれて、分厚い謝礼金を約束され、武装装備無償提供という取引までしたことを見ても、何分の泥のためなら正義も良心も対面もためらうことなく捨てるマレーシア当局の醜悪な新面貌が熟知できる。政府と称するマレーシア当局がアメリカの不当なプレッシャーに猛獣し、しまいには公認の国際法も無視し、共和国公民をアメリカの敵視策動の生贄にしたのは、天人ともに激怒する悪行であり、断じて許せない大犯罪である。不義は正義の審判を免れない。マレーシア当局の行為は、共和国の自主権と生存権、発展権を奪おうとのアメリカの共和国敵視策動への露骨な便乗で直接の加担となる。世界で最も敵対的な朝米関係は70年余りの間、記述的に戦争状態にあり、これは否定できない現実で実証されている。このような健全たる事実をマレーシア当局が知らないはずがない。マレーシア当局は共和国の最大の敵であるアメリカに盲従して、無実の共和国公民を被告席に座らせたことも飽き足らず、しまいにはアメリカに応訴したことで、自主権尊重に基づく両国関係の基礎をことごとく崩した。今回の由々しい事態に関連して、朝鮮民主主義人民共和国外務省は、アメリカの脅迫におじけづいて共和国に反対する特大型の敵対行為を働いたマレーシアと外交関係を完全に断絶することを宣言する。この時刻から二国間に生ずる全ての悪結果への責任は全てマレーシア当局が負うことになるだろう。今回の事件の裏の操縦者主犯であるアメリカも、応分の代償を支払うことになることを前もって警告する。チェ110年2021年3月19日、平壌。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はシン・ヨンギル・カンソニでした。こちらは朝鮮の声放送です。一番の富。世の中で一番の富は何でしょうか。その問いに答える一つの話があります。朝鮮4年2015年9月17日、敬愛する金正恩総書記は水害の復旧作業が行われている北部地方の羅村市を訪れました。8月の末、羅村市は例年にない集中豪雨に見舞われ、多くの住宅と公共施設が倒壊し、高地が冠水し流出するなど多大な被害を受けました。人民軍軍人たちが羅村市の被害復旧作業を受け持って、10月10日の朝鮮労働党創立記念日の前に終えるよう全ての対策を講じた金正恩総書記は、住宅を失って露天で生活する被災民のことを思えば夜も眠れないと言って、じきじき現地に赴きました。総書記は復旧作業の現場を見て、人民に与える住宅が建てられているのを見ると心配事がすっかりなくなるようだ、
労働党は人民に奉仕し、人民にさらに幸せで豊かな生活をさせるために奮闘する党である。ダソン市の被害復旧作業は天災を克服するためのことだけでなく、人民の胸の中に大事にしまわれている労働党への信頼を守るための聖なる戦いだと言いました。この日、総書記は、富の中でも一番大事な富は人民の信頼である、我々は人民が信頼すればそれ以上望みはないという観点を持って、滅私奉仕の精神で人民のその信頼に報いるべきだと言いました。10月7日、金正恩総書記は飛行機と車、船に乗り継いで水害を取り払ったラソン市をまたもや訪れました。そして新築の住宅を先に見て初めて安心できるようで来たとし、足取りも軽く来たと喜んで言いました。明るい笑みを浮かべて新築された住宅を見た総書記は、このように嬉しいことを買いやることはまたとないだろうと言いました。その翌日、ダソン市では新居入りがありました。母なる労働党、金正恩総書記への感謝の思いで人民が高らかに呼んだ労働党万歳、社会主義万歳の声がダソン市に響き渡りました。このように人民の信頼を一番の富とみなし、人民のためにすべてを捧げている金正恩総書記なんです。一番の富、高台市でお話ししました。豆詩人。6歳といえばまだ甘えん坊の年頃です。しかし6歳で文学の広い世界に身を入れている子供がいます。平壌市ソソン区域のチャンギョン第二幼稚園に通うチェギョンウンちゃんです。母のパクヒャンミさんのお話です。우리어머니가한살쯤나던데텔레비전으로글자가흘러간것을보고거기서아병문가1살의時テレビの画面に字が流れるのを見て、あという字を声を出して指さすのではないでしょうか。両軍が文字を覚え始めたと思い、すぐ絵本を買ってきて一緒に読んだりしました。その過程に両軍は子音と母音を別々にでなく丸ごと覚えたわけですが、3歳の時は全ての字が読めるようになりました。人並み外れて感受性が鋭い両軍ちゃんですので、朗読や日記、作文などがとても好きでした。このような才能の芽を担任のキムスンギムさんが手間暇かけて育みました。キムスンギムさんのお話です。リョンウンちゃんは詩を作るのがとても好きでしたから、私たちはそれに合わせて習った内容を皆詩で表すようにしました。また日記も詩で書くようにしました。そして優れた童謡や動詞を直に見て感情を込めて歌うようにもしましたが、その過程にリョンウンちゃんが詩に愛着を抱いたとも言えましょうか。友達の前で自作の詩も発表させましたが、それが将来有名な詩人になれるとの自信を持たせたのかもしれません。リョンウンちゃんの教育は幼稚園の関心事となったといいます。この過程にリョンウンちゃんは環境の赴くままに詩を作る妙にも身につけたそうです。ひまわりブランドの文房具やウィンドウレラベルのノートをもらった喜びも、勉強に勤しんだ表彰として赤い星をもらった自慢も詩に託しました。709年、2020年11月、リョンウンちゃんは敬愛する金正恩総書記に自作の童謡や動詞を綴った作品集を送りました。6歳の豆詩人、日増しに才能が伸びているチェ・リョンウンちゃんです。豆詩人、高台詩と同じしました。